高野の夫は日本の政治家。東京都豊島区長、公益財団法人豊島未来文化財団理事長。豊島区議会議員、東京都議会議員などを歴任した。東京市豊島区に生まれる。聖火は古書店を営んでいた。1945年4月13日、池袋を含む城北地域が空襲を受けたとき、市長屋は徴兵されて満州に行っており、 姉は集団疎開で長野県にいた。高野は栃木県城山村の親戚の家に疎開中だった。そこから東京の空が真っ赤に燃えているのが見えたという。母と当時3歳くらいだった妹は東京に残っていたが命からがら逃げた。父親は1947年に帰国するも命が助かったから。 これからは社会に奉仕するといいボランティア中心の生活を送る。家業は母が切り回した。豊島まくりつ池袋第五小学校、立教中学校、高等学校卒業。1956年、立教大学経済学部経済学科に入学。大学2年の時に父を亡くし、母親から家業を継いでくれと頼まれる。1960年3月、 同大学卒業。古書店を経営。池袋の法林道書店のビルの最上階にあった高野書店がその一つで、多い時は3軒に、店が増えた。30代後半の時に、商店会の青年部に入り、自民党青年部にも入部した。1983年4月、豊島区議会議員選挙に出馬し、初当選。1989年6月、 区議を辞職。同年7月2日に行われた東京都議会議員選挙に出馬し、初当選。1999年3月、東京都議会議員を退任。同年4月の豊島区長選挙に無所属で出馬し、初当選。2019年4月、豊島区長に6選。ありがとうございます。